ねえねえ霊夢。どうしたマリサ。この前北海道に行った時、ニューホランドって書いてるコンバインを見たんだよ。ニューホランドはコンバインも作ってるからね。さすがは世界最大級の農機メーカーだな。でもニューホランドと同じくらい黄緑のコンバインも見かけたんだ。あれはなんてメーカーなんだ。黄緑ってことはクラースかな。これじゃない？そうそう、こんな感じだったよ。クラースは収穫機のスペシャリストだからね。この分野に関してはニューホランドより大きな影響を業界に与えてるんじゃないかな。そんなにすごいメーカーなのか。じゃあ今回はクラースの解説動画にしようか。おう、頼むぜ。クラースはドイツのノルトラインベストファーレン州ハルセビンケルに本拠を置く農機メーカーだよ。ドイツは技術力高いイメージあるよな。クラースが収穫のスペシャリストと呼ばれるゆえんは、コンバイン分野でヨーロッパ市場、フォレージハーベスターでは世界市場でトップレベルにいることにあるんだ。クラースの機械は世界中で活躍していて、2019年度の売上高は約39億ユーロだったんだけど、そのうちの約8割はドイツ国外で発生してるよ。ほとんどがドイツ以外で売れてるんだな。そんなクラースのフラグシップに当たるのはコンバインハーベスターのレキシオンシリーズだよ。1995年から生産され、現在4代目になるんだ。その中でも最大のモデルはレキシオン8900で、カッターバーの幅は最大 13.79 メートルにもなるんだ。そんなのどうやって畑まで持っていくんだ？コンバインのカッターは簡単に着脱できるからトレーラーに乗せて運ぶんだよ。それでも14メートル近いトレーラーを引っ張るのはやっぱり大変そうだぜ。そこまでしても大型化するメリットがあるということだね。さて歴史音を深掘りすると長くなるから今日のところはこれくらいにしておいて、クラースの成り上がりを見ていこうか。クラースの始まりは1887年、フランツ・クラースが牛乳の遠心分離機製造のために事業を立ち上げたことに始まるよ。場所はノルトラインベストファーレン州クラールホルツというところだね。クラースの社名はファミリーネームから来てるんだな。クラースの黎明期は家族経営の会社だったのよ。そして1900年頃からは飼料収穫機など、他の農業機械も製造手掛けるようになるよ。1913年には正式に会社を設立、フランツ・クラースの息子であるオーガスト・クラースが名目上の創設者になってるよ。その後に彼の兄弟3人も入社したんだ。兄弟が多いんだぜ。それから今のハルセビンケルに拠点を移したのが第一次世界大戦復帰後の1919年。そういえば創設時と場所が変わってたな。そして1930年頃からクラースの大躍進が始まるよ。楽しくなってきたな。まずはクラース初のコンバインの開発、そして1931年にはクラースストローベイラーの製造開始。コンバインは1936年にヨーロッパの収穫条件向けに設計されたものを発売して、翌年から量産体制を整えたよ。この頃のコンバインはトラクターで牽引してたんだな。そのコンバインは1943年の戦争で生産が停止されるまでの7年間に1400台が生産されたよ。量産といってたった1400台かよ。いやいやマリサ、時代と需要を考えてよ。1943年っていうと元祖量産トラクターのフォードソンモデル F から大幅改良されたモデル N が出た直後か。そうよ、それに納期って高額だし農家しか買わないでしょ。そうだな、年平均200台売れてる超高級車って考えるとバカ売れなんだぜ。でもねマリサ、驚くにはまだ早いよ。次は何を仕掛けるんだ？1942年には次世代コンバインクラーススーパーの開発が始まり、これは1946年に発売されたよ。そして1978年の生産終了までに、6万5000台以上が出荷されたんだ。桁を間違ってんじゃないのか？間違ってないよ。それに36年も売ってたなんて超ロングセラーじゃないか。この需要に対応するためにパーダーボルンとフランスのメスに新しい工場も設立して、1960年頃にはヨーロッパのコンバインシェアのトップに立っていたんだ。1969年に飼料収穫機械の工場を買収して飼料収穫技術も成長を続けて、飼料収穫用の新製品も多数発表したよ。じわじわと守備範囲を広げてきたね。1990年代以降はヨーロッパ以外でのサービスも強化していき、米国やロシア、アジア、南米など世界中に新たな生産販売拠点を開設。2003年にはさらに製品範囲を拡大して、ついにトラクターも取り扱うようになったよ。クラースのトラクター事業は結構新しいんだな。
ちなみに主軸のコンバインは、歴史オン770を使用して8時間で 675.84 トンの穀物を収穫したギネス記録を持ってたよ。持ってた？なぜ過去形？この記録は2011年に達成したんだけどね、実は2014年にニューホランドのコンバインによって塗り替えられたんだよ。またニューホランドか、すごいな。近年の開発はソフトウェア強化による農業の可視化に力を入れてるみたいだね。畑の情報が数値とか色で分かれば簡単でいいよな。それで、収穫のスペシャリストからトラクター製造までやってる今のクラースって結局どこまでの機械を手掛けてるんだ？じゃあざっとラインナップを見てみようか。まずクラースの代名詞であるコンバインには大型の歴史オン、そして小型モデルでツカノとアベロがあるよ。これに加えて2021年にはその中間サイズにあたるトリオンが発表されたね。歴史オン以外にもあるんだな。次は今も世界のトップに君臨するクラースのフォレージハーベスター。フォレッジ、なんだって？使用収穫機とか自走ハーベスターとも呼ばれてるね。それがジャガーだよ。強そうな名前なんだぜ。そのジャガーと合わせて使用収穫に使われるモアコンやレイキといったものも作ってるよ。そしてトラクターは大型のものから順にゼリオン、アクシオン、アリオン、アトス、エリオスネクソストロークシリーズ展開してるよ。クラースのトラクターは近代的なデザインを強く感じるな。その他にもスコーピオンというテレハンドラーやトリオンっていうホイールローダーもあるよ。あれ、トリオンってコンバインじゃないの？綴りが若干違うのだけど、日本人には難しい違いね。なんでこんなややこしいネーミングにしたんだぜ。あとは農業支援システムだね。オートステアリングや収量マッピングといったシステムをトラクターに後付けもできるみたいよ。新しくトラクターを買わなくても技術の恩恵を受けられるのはありがたいな。そうね、後継者不足を嘆いてる農家の主人に教えてあげたいわ。これを導入したら初心者でも仕事ができるってね。後継者不足なんて本当は存在しないんだぜ。マリサ、それ以上は言っちゃダメよ、炎上しちゃうからね。あ、じゃあ私は歴史オンについてもっと知りたいんだぜ。解説してくれよ霊夢。じゃあ次の動画はそれにしようかな。といったところで今回の動画はここまでです。このチャンネルでは世界で活躍する農業機械の解説動画を週1本くらいのペースで上げれたらいいなぁと思っています。思ってるだけなんだぜ。実際は不定期なのでチャンネル登録で通知設定をしてもらえると新しい動画の通知が行くので、お気に召されましたらぜひご利用ください。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。